はい、今回はおかんをびっくりさせたいと思いまーす。よし、行きます。おかん、ちょっと来て。なんでちょっと来てて。おっ、何しよった。ちょっと、何、もっと驚いてや。何で驚いてた。全然驚かなかったやん。あんたエリンが見とる。違う、そういうことじゃ。何、そういうこと。ちょっと、いや、今撮っててん動画を。何の動画を撮ってた。 TikTok 撮ってて。うん、違う、今な、TikTok で、その家族をこう驚かすとか、こう仲いいとかのそういう動画がバズんのよ。だから今撮っててんって。知らんもん、お母さん。そぎゃんと。ちゅちゅ、もう一回やろう。なんでもう一回やろう。ちょ、驚いて。次もう一回やるから。あ、驚いたいよ、かと。お母さん、そう、驚いてよ。まずやらせたい、もう今言ったら。せやらせてもええねんって。それ見てる人分からんから。なんで。頼む頼む。なんで人が驚かすとかバズるとるんですか。バズんねん。それ仲いいとか、もうなんか驚くのがバズるから。へえ。じゃ今撮ってるから頼む。なんか驚いたらいいと。驚いて。うん、分かった。ちょ、マジ頼むで。うん、もう何年も。うびっくりした。何年。ちょっともう下手すぎるわ。え、マジ下手すぎるわ。何が。ちょっとわざとらしいって。びっくりしたって言ったか。こんなんせえへんよ普通。じゃあ何が正解ですか。お母さん別に女優さんじゃないけんた。冷めるわ。そりゃあ芸人だこんなん。いや、芸人さんでもないし、もうそがん、好きだよ、なんで。だってカメラはあそこで撮り降りけ、カメラ目線で踊れた方がいいじゃないと。マジで。いや、もうカメラ目線なのおかしいやん、まず。あ、そっか、隠し撮りみたいなこと。だったら隠し撮りせな、もう、そこにカメラがあるけ、もう。いや、もう、なんで。終わり終わり。じゃあ、普通に踊りばいいと。いや、そうやん、普通に考え。なんか、なら分かって、もう一回、できやん感じで。ほっ言えたから、ほっぐらい。ほっ、うっ、ああ、リアルなやつ。ああ、うん、分かった。そうやろ、普通か。もう何で呼び出して。うっ、シーッ。はい、終わり。はい、終わり。もういいわ。はい、終わり。はい、行け。バズるかな。バズるわけないやろ、これ。アップしてよ。するか。チャンネル登録よろしくねー。